ねえねえ、今日どうしたの？私のことどう思ってるのかな？ちょっと不安になってきたよ。昨日のデートはすごく楽しかったよね。私の笑顔がキラキラしてたって言ってくれたの、すごく嬉しかったな。でもね、もしかして遊んでるだけ？それとも本気で好きなの？ちょっとわからなくなっちゃったんだよね。でも、私はあなたといるとすごくリラックスできるんだ。あなたと話していると心が満たされる気がするの。この気持ちって本物だよね。だから、あなたも私のこと本当に好きだって信じたいんだけど、どうなのかな？あなたと一緒にいろんな趣味や特技を共有できるのも楽しいよね。私はあなたと一緒に成長し続けたいな。だから、ちゃんと向き合ってほしいな。私たちの関係って、もっと深くなれると思うんだよね。私、感謝の気持ちをちゃんと伝えられてるかな？いつもありがとうって言ってるけど、もっと伝えたいんだ。だって、あなたと過ごす時間は本当に楽しいんだもん。どうかね、私のこと本当に好きだって言ってほしいな。安心させてほしいの。それで私ももっと自分を磨いて、あなたに喜んでもらえるように頑張るから。じゃあね、待ってるね。早く返事が来るといいな。ねえねえ、最近は映画とか見た？私、この間、オアシスという映画を見たんだけど、すごく感動したよ。ストーリーも演技も素晴らしくて、ずっと心に残る作品だったんだ。あなたも見てみたいとか言ってたよね。もしまだ見てなかったら、今度一緒に見に行こうか。それから、あのさ、最近料理にハマってるんだけど、この間初めて手作りのカレーに挑戦してみたんだよ。ちょっとスパイスを多めに入れちゃったけど、それがまた美味しくてさ。あなたもカレー好きだよね。次回のデートの時に、私の手作りカレー食べてみたいかな。あ、そういえば、先週の土曜日に公園でお花見をしてきたんだよ。桜が満開で綺麗だったし、みんなでワイワイ楽しめたんだ。あなたもお花見行ってみたい。来週の週末に一緒に行こうよ。お弁当も作って持っていくから、きっと楽しい時間になると思うんだ。それに、最近のファッションはどう？私は春物のお洋服がだんだん増えてきて、新しいコーディネートを考えるのが楽しいんだよね。あなたも春らしいファッションとか試してみたい。私、あなたのおしゃれさんのところ好きだから、一緒にショッピングに行ってみたいな。それじゃあね、またぜひ雑談して楽しい時間を過ごそうね。お互いの話を聞くのって素敵なコミュニケーションになると思うんだ。待ってるね。早く返事が来るといいな。ねえねえ、もしもし、もう寂しくて耐えられないんだけど、あなたとすぐに会いたいよ。ちょっとでも早く返事してね。待ってる間に私、寂しさで消えちゃうかもしれないよ。ずっと一緒にいたいんだもん。約束してね。私のことずっと大切にしてくれるって。待ってるからね。